ましたけどね。ドゥンガン、島川です。いや、ここ細かいパス回しからいいのに出た。ドゥンが中央要求する。樋口も入ってくる。そして今度は左、大畑も待っている。そこに渡りそうで、大畑スペースに出して先頭、しっかりボールを回しながらというサガン鳥栖、中野義弘。そして樋口、ワンツーで、樋口抜けてきた。樋口戻して小山津、ものの見事な崩しから最後小山津3対1、まあ、完璧な崩しですね。もう小山津が決めるだけ、それまでのお膳立てが見事すぎました。サガン鳥栖3対1です。まあ、樋口選手のビッグプレーですよね。はい、まあ、ワンツーでスペースの中ね、こう小山選手とのワンツー、それから中野選手とのワンツーで、はい、うまく抜け出しましたね。ここのね、はい、こう落ち着き払った切り返し、まあ、シュート行きたいところでしょうけど、うん、まあ、最後の、ね、ラストパスを選択して、まあ、小山選手もね、しっかりと、まあ、シュートが置けるところにトラップをして、うん、まあ、素早く、ね、蹴り込みましたから、まあ、名古屋としてはもうノーチャンスですよね。もう樋口の藤井をかわしたところがね、もう勝負ありと言いましょうか。そこから最後小山津、まあ、ここの切り返しと、ね、はい、それからこの落ち着き払ったラストパス、うん、はい、